さあ始まりましたストリートファイターリーグウォームアップ、 MC の R です。よろしくお願いいたします。解説のハメコです。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします、はい、ということでいよいよ佳境ですね、ハメコさん。まあ、終わりが見えてきたっていう状態ですね、はい、はい。本日はファーストステージ第11節マッチ1、広島チームイクサ対デトネーションフォーカスミー、マッチ2、名古屋王者ボディスター対シノビズムゲーミング、マッチ3、魚群対最瞬間ソル熊本、以上3試合が行われます。本節の開始は19時頃予定しておりますが、それまでのお時間は初心者の方でもストリートファイターリーグをより一層楽しめるような情報をお届けしていく20分間となっております。それではこちらのコーナーから参りましょう。ハメコズチョイス、ハメコズチョイス、はい、やってみましょう、はい。このコーナーではリーグ戦の注目ポイントや前節の熱戦など私ハメコはチョイスして徹底解説していくコーナーなんですが、今回ははい、お届けするのはこちら、生き残るのはどこだ、セカンドステージへの勝ち筋解説。はい、ありがとうございます、はい。ということでファーストステージもう残り2節ということで、9チーム中3チームがファーストステージで姿を消してしまうことになるんですけれども、はい、今のところなんと敗退が決まったチームはないんですよね。まだない、はい、ということでですね、当落線上にいるチームがこうここから生き残るための条件、勝ち筋というのをちょっとチェックしていきたいなというふうに思います。お願いします、はい。じゃあまずはこちらをお願いします、うん、ということで順位表、はい、ランキング表ですね、うん、左の、順位の、ところが金色になっている4チーム、魚群、はい、最瞬間ソル熊本、サイクロプスアスリートゲーミング大阪、そしてファブゲーミング、この4チームは、うん、ポイント的にですね、すでにファーストステージの突破が決まっております。セカンドステージ進出が確定しました、うん、そして5位、6位、5位から9位まで、うん、のところがまだ決まっていないんですけれども、残すところこの5位と6位2枠をかけて、うん、今日そして、第12節最終節ですね、うん、こちらで戦っていくと、はい、いうような形になっています。状況としてはまだまだ面白いというか、はい、ドキドキできるという、うん、ところですよね、はい。それでは、各チームの勝ち筋の方をじゃあチェックしていきましょうか。教えてくらはい。まずは、第5位につけているシノビズムゲーミングですね、現在150ポイントを獲得しています。そして残り試合は第10節、うん、今日と、うん、最終日第12節の2試合残っております、このチームシノビズムゲーミングに関してはこの2試合において10ポイント獲得するだけで自力での、まあ、5位以上6位以上、うん、の出、が確定しますので、まあ、かなり有利ですね。負け筋が一応ある、ね、一応あるんですけども、うん、相当なことが起きない限り、まあ、7位に落ちることはまあないのかなと。1人勝てばいいだけっていう、そうですね、ことですね。なので、まあ、これまでだとやっぱりその対象戦で勝って20ポイントっていうのが重要だったじゃないですか、うん、そうですね。ただこのシノビズムゲーミングに関してはもう言うて10ポイント取るためのオーダーっていうのもありですよね、うんうん、どんなやり方をしてもいいという状態に。山口も調子いいしね、はい、いやそうですね、ワールドウォーザーの優勝もありました、はい、非常に乗っているチームです、はい、続きまして第6位グッドエドスカット、はい、こちらはですね現在125ポイントを持っています。そして残り試合は今日試合ないんですけれども、うん、当落戦場という点では実はこのチームが一番、うん、重要というか何が起きてもおかしくない状態になっているわけですね。はい、うん、残り試合は、最終節第12節の最終試合、うん、シノビズムゲーミングとの試合を残すのみなんですけれども、はい、まあ、このグッドエルスカットはその最後の試合で30ポイント以上獲得することができればもう確実に自分の力で、うん、セカンドステージへの進出が確定します、うん、ただ、まあ、負け筋は実は結構いろいろありまして、いろいろありますね、他のチーム次第ではこの30ポイント未満だった場合に、うん、7位以下に落ちてしまうことがあるということで、まあ、ただ自力で勝てる、自力で上がれるんで、うん、その点では有利と言っていいと思いますね。そうですね、はい、うん、そしてもちろん他のチームの動向次第なんで、うん、そこが今日もしかしたら決まっていくかもしれません、はい、じゃあその下いきましょう。第7位、はい、現在第7位は広島チームイクサ、残すところ今日のデトネーションフォーカスミー戦を残すのみになっています。現在100ポイントを持っています、うん、こちら勝ち筋という点で言うと、最大のポイント獲得状況でいうと今日40点で勝てば140ポイントまで到達可能、うん、なので、グッドエイトスカットが先ほど、ね、ありまして125ポイントで1試合残しているので、うん、まずこのグッドエイトスカット以上にならないと基本的には勝てない、うん、なので今日は30ポイント以上の獲得が必須です。 DFM に対して30対10以上で勝たなきゃいけない、つまり、うん、延長戦に行ったら敗退です。おっと、はい、勝っても負けという、そうなんです、状態になってしまう。なのでこれはもう、はい、本当に40点をまあ目指すという形になりますよね、うん、はい、こちらが広島チームエクサ、はい、そして
第8位が名古屋王者ボディスター、うん、こちらは90ポイントを持っていて、今日、シノビズムゲーミングとの試合が最終試合になります、はい、でこちらじゃあそのシノビズムに40対0で勝った場合に130ポイントまで到達可能、うん、で現在グッドエドスカット125ポイントですので40-0で勝った上に、はい、そのボコボコにしたシノビズムゲーミングにお願い、うん、お願いしますとグッドエドスカットをボコってくださいっていう、はい、非常に厳しい状況かつ戦と DFM 次第でもあるのでまあ一番不利なのがこの名古屋王者ボディスターでしょうか、はい、ここに来て10点が超でかいっていうね、そうですね、40ポイント取った上で、他の面々にお願いするという立場になっています。でだからその1試合でも負けたら終わりです ね、 そうですね、はい、1試合負けると最高でも120ポイントになってグッドエドスカット抜けなくなりますので、10ポイント取られた時点で敗退が決まります、はい、じゃあ次行きましょう。第9位デトネーションフォーカスミ、こちらは70ポイントではあるんですけれども、うん、残り試合2試合、今日広島チームが、そして最終日に、サイクロスアスリートゲーミングとの試合が残っています、うん、この両試合40ポイント獲得することができれば80ポイントなんで150ポイントまで到達可能、うん、でグッドエルスカットが今125ポイントなんで、うん、最低でも、60以上、つまり今日、はい、延長戦に行って20点とかだった場合は CAG 戦の40ポイント獲得をが必須になっちゃ う、うん、まあまあまあ、というところですね、はいはい、ただまあ残り2試合残っているんで、うん、その中ではその7位から9位の中では一番まあ自力であがける立場ではあるのかなという、うん、順位が下でありながらも、うん、やはり有利不利でいくと有利性もちょっとあると、そうですね、2試合残ってるのが大きいですよね、はい、という状態になっていますが、うん、まあでも全体で見るとやはり、うん、シノビズムゲーミングはめちゃくちゃ有利 で、 そうですね、次はやっぱりグッドエイトスカートですよね、はい、自力で勝ち上がれる状態になっているというところなんですけど、まあ今日もうこういった面々の試合がありますので、うんうん、最初のマッチワンからですね、めちゃくちゃ熱いんで、めちゃくちゃ熱い、ぜひ注目していただければと思います。以上ハメコのチョイスでございました。はい、ありがとうございました、はい、そしてめちゃくちゃ熱い本日戦う6チームをハメコさんから注目のカード組み合わせ踏まえてご紹介いただきます。はい、じゃあ見ていきましょう、はい、それではハメちゃん、組み合わせですね、ワーストステージ、第11節ということでもう終わりが見えてきました、はい、マッチ1は、うん、広島チーム草対デトネーションフォーカスミ、だからここはお互いにやばすぎる、いきなりちゃんと勝たなきゃいけない、うん、競っちゃダメですね、はい、お互い競っちゃダメって、競っちゃダメ、もう本当に 40-0 狙いに行かないといけない状態になっています、はい、じゃあ見ていきましょう。まあここでいくとやはりジャジー、うん、アクア 両名が戦をこう支えてきたということで対処に来やすいっていうところで見ると、フードが、うん、まあ、非常に、まあ、ルーク戦だったり JP 戦のところで戦えるのかなというところでフードの対処があるのかなと思います、うん、でキャラの組み合わせでいうと、まずナウマンの剣がですね、うん、ワールドウォリアー2、うん、第2回目の日本大会ワールドウォリアーの日本大会2で、うん、アクアに直接対決勝っているので、うん、まあ、そのいいイメージでいうとナウマン出すんであればアクアに当てたいんじゃないかと。そうですね、はい、そして、まあ、ただそのジャジールーク、今ジョンのラシードかなり出来栄えいいんですけども、うん、やはりラシードに対してルークの飛びがかなり有効に機能するということを考えると、うん、まあ、ジャジーはジョンに当たりたいんじゃないかなというふうなことを考えますね、うんうん、そしてまあちょっとこれハテナでちょっとマークしてるんですけど、うん、まあ、かなり今板橋マリーザ練習中であるというところで、前回ねキチパリリーっていうのが出たじゃないですか。出てきましたね。打つんであればオールインするんであれば、もしかしたらここかもしれない。オールインあの切り札を切るならね、そんなうまいこと当てらんないから、いや当てらんないし、やっぱり前回のキチパのリリー見ると相当練習はしたんでしょうけど、本番の経験という点でやっぱり実戦値としてね厳しいんだろうなというのはちょっと感じちゃいましたね。でその中でいうとこのキチパ対板橋残虐の残虐対決が実現する可能性はあるんですよね。確かに。はい、でその場合なんですけど、実はこの2人結構ここまで大会で当たっていまして、エボ2023では板橋残虐が勝利したんですが、ワールドウォリアではキチパが勝利しているということで結構いい勝負繰り広げてる2人、この対決も、まあ、起きたら見ものですよね、はい、以上が、マッチ1の組み合わせ予想です、はい、じゃあ2いきましょう。マッチ2は名古屋ジャボディスター対シノビズムゲーミング。シノビはここ、まあ、先ほども軽くお話しした通り、10ポイント取るだけでいいんで、かなりねそのオーダーの自由度があるんですよね。まあその今の流れでいうとやはり山口が前回直近のワールドウォリアー日本大会2を優勝してますんで、でまあそのDJ で特に KB の JP に対して戦いやすそうな感じがありますので、まあ、普通に行くなら大将山口だと思うんですけど、ただもちろんそうやり方いっぱいあるよねっていうところで、そうですね、はい、10点でいいからね、ただ名古屋でボディスターはやっぱり40点取んなきゃいけないんで、必勝の布陣で行く必要があってまあ今調子のいいこの藤前に対してはアキラキャミーなのかなというのはちょっと思いますかね、はい、キャミーで行く
まあ、そしてモモチルークなのかもで、ここで10ポイントってことを考えると、うん、ジョニー・マノンが突如出てくるって、まあね、まあ、やっぱりあんまり、うん、こう注目されてないというか、あんまりそのみんなに意識されてないところであると思うんですけど、ここで出すっていうのは結構面白いのかなとちょっと思っちゃいますね、うん、はい、という感じです。こちらがマッチ2、名古屋がね10ポイント取られてもダメなのに、最終ラウンドジョニーがメダル5個持ってたらもう3回投げて3回投げるだけでいいんだよっていう、まあそれが簡単ではないんですけど、そうだね、3回投げられたら終わりの状況ってやばくないですか、緊張感やばすぎるでしょ、まあ、っていうことでね、終わりなのかなと、はいはい、そして、第3試合マッチ3なんですけど、うん、こちら両チームともに、まあ、すでにファーストステージ進出は決まっているというところではあるんですけども、はい、これをどう見るかでしょうね、うん、お互いにどういう風なつもりで戦っていくのか、まあ、今までで言うと、なんでしょう、そのあんまり、こう出せていない選手を対象に出したりとかっていうのも後半節目立ってはきているんですが、はいはいはい、勝ちに行くとしたら組み合わせ的にはやはりキャミの対象が最終活力のもとには結構効くのかなと思っていて、まあ、JP がいる両方に対して割と戦えるんじゃないかなというところから、まあ、もしくは水派の対象、これがあるのかなと。でモケチュンリーの対象に関して言うと、まあ、シュートのマリーダー結構戦いそうにしているように見えるので、まあ、チュンリーが来るんであればシュートが普通に対象に行くっていうパターンが勝ちやすそうに感じますね。ただねここ、まあ、面白いのが、まあ、水派とですね樋口がですね今無敗ということで、そうですよね、はい、まあ、この対決はシンプルにあったら面白いですよね、あったら面白い、最後のまで無敗は誰なのっていうところを決めていくという点では見たい組み合わせではありますね、はい、という感じでしょうか。はい、以上、こちらが組み合わせ予想となりました、はい、ありがとうございました、はい、なおですね YouTube のカプコンファイターズ JP 公式チャンネルではコミュニティ欄より各マッチの勝敗予想を行っております。皆さんもぜひ予想してみてください。現在視聴者の皆さんの予想はこんな感じ、ダダン、今日のねマッチ、お結構な得票数がありますが、うん、真ん中は割れてる、上も割れてるか、まあ、マッチ1がやっぱ注目度が高いんじゃないですか、うん、得票数も高いですし、はい、その中で戦応援のこの声が大きいっていうのはちょっと面白いですね、うん、面白いですね、うん、さあそして、カプコン e スポーツベースのご紹介です。はい、大会中によく使われる実況ワードや試合回線をより深く楽しむための基礎知識を動画で分かりやすく解説する特別ページです。解説動画に加え多くのストリートファイター6プレイヤーが抱えるお悩みをリーグ出場選手である攻略の鬼フード選手、言語化の天才立川選手が解決するスト6お悩み相談室では第3弾として新たに6本の動画が公開されています。ぜひこちらのページをご覧いただきより良いスト6ライフをお過ごしください。はい、ということで、うん、こちらもね非常に分かりやすい企画ですよ ね。はい、それではここで順位表を確認してみましょう。お願いします。先ほども見ましたが、うん、まあ、このように今日ついにあと2枠をかけて戦い始まっていくわけですね、うん、はい、だその今日のこの試合結果次第では本当にもう今日の時点で最終節待たずにほぼほぼ決まってしまうこともあるんですけども、確かに、まあ、全員どのチームもねあがけますんで、あがいてほしい、楽しみですね、はい、はい、みんな応援してる。続いて戦績表はこのようになります。待ってきました、うーん、情報量が多い、いよいよいっぱいなんか数字が書いてあるけど今日はピンクのところですね、うん、はい、やってきます。はい、はい、そしてストリートファイターリーグプロ JP2023 はこのようなスケジュールでお送りしておりますが、9月あとは今日入れて2節のみと、いよいよねファーストステージが、はい、終わります。はい、セカンドステージはこんな感じということで、はい、お願いいたします、はい、それではこの後いよいよストリートファイターリーグプロ JP2023 ファーストステージ第11節マッチ1広島チーム戦対デトネーションフォーカスミー、マッチ2名古屋王者ボディスター対シノビズムゲーミング、マッチ3魚群対最瞬間ソル熊本、以上3試合の模様をお届けしていきます。皆さん最後までご覧ください。それでは準備のため一旦失礼いたします。